一般的には病院に行ったりとかするとこの腱の部分ここ通らないねって言ったらここを切りましょうっていうのこれってでも結局ですよ切ったところで何回もまた使ってたらはい、整体復活院長で理学療法士の松田啓太です。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対しての根本的解決していくための動画を撮らせていただいている患者さん向けの動画になります。もしあなたが3件以上の整骨院、整体院、病院に通っても痛みが改善していない、もしくは痛み止め湿布を使ってその場の痛みをごまかしている、そんな方であればぜひこの動画を見ていただければと思います。松田さん、はいよ。指がなかなか思うように伸びなくてめちゃくちゃ壊しちゃうじゃないですか。でなんか伸びたと思ったらなんかバチッみたいな抜けたような感じがあるんですけど、そう完全バネ指ですね。バネ指っていうのはまあ簡単に言うとこの腱鞘炎ってのちょっと強いバージョンで、まあ炎症が起こりすぎてこの中を走る腱が取りにくい状態が起きてしまってて、まあ動かすときにバチンってなったりとかパーンってなったりとかっていう断髪音があったりっていうのが一応バネ指ってやつね。であればまずバネ指がなんで起きるのかっていうメカニズムと、あとはじゃあバネ指をしっかり治すためにはどんな治療が必要なのかっていうところですね。この2つを大きくちょっと今日は話していこうかなと思いますが、 OK ではやっていきましょう。で、バネ指なんですけど、まずメカニズムからね、話をしていくと、この指を曲げるってありますよね。指を曲げる。で、指を曲げるときに、どんな風になってますかっていうと、ここにね、いわゆるこの指の先に行っている筋肉、中指についている筋肉、根元についている筋肉みたいな感じで、関節が動く場所には、その一個一個に筋肉がついてます。筋肉がついてるからこの筋肉が働くと。例えば、一番先っぽだけ動くについてる筋肉が動くと、こんな風に動きますね。こんな風に動く。中指だと、こんな風に動きます。この季節骨って一番根っこだと、こんな風に動きます。大きく指って言っても、この動きと、この動きと、この動きって三つ動きがあるんですよね。で、例えばね、この一番先っぽについてる伸縮筋ねっていうやつがこう一番先っぽについてるんですけど、この筋肉が働くとどうなるかっていうと、指のこの先っぽをこう曲げるっていう状態で、これはどこについてるかっていうと、この肘の内側までついてるんですよ。めちゃくちゃ長いですよね。この手の先っぽから肘の内側までずっとついてますと。で、この筋肉がこういう風に働いていくんですけど、この筋肉以外にも中節骨っていう内側の筋肉が伸縮筋ってものもあったりしますね。っていう風に指の筋肉でもいわゆるこの手の中に5本プラスまた5本なんで10本の腱、いわゆるこの先っぽを動かす筋肉、腱がついてますと。この手の中通ってます。でこれがね、こう動かすたびにボコ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 って出てたら、なんかのこうトグロみたいになりますね。ボコーンみたいなボコーンみたいな、面白くないね、やめとこうで出てきちゃうといけないから、ちょっと先っぽまで行ってる腱、ちょっとこれ出過ぎないようにしてって言って、ここにバチンバチンバチンっていわゆる腱ってやつを抑えておく、いわゆるこの中通って君っていうようなものがあります。これがいわゆる腱鞘って言って、腱がありますね。腱、手の指に行ってる腱があります。この腱をの鞘、いわゆるこの収める鞘ってありますね。これは腱を収める鞘ということで腱鞘って言います。ですか。で、この腱を収めることによって動きやすい、スムーズに動ける、こんな風になっていますってのが、いわゆるこの指を動かしますっていうところの、いわゆるこのメカニズムだと思ってください。で、このね、バネ指ってじゃあ何が起きてるのかって言ったら、簡単に言ったら、この指を曲げる腱、もしくは腱鞘、このどちらか、もしくはどちらもが使いすぎて腫れてる状態のことを言います。で、さっき言ったみたいに、腱鞘ありますよね。腱鞘っていうこの筒の中に、いわゆるこの腱が通るわけで、こうやってね、腱が通って、こうやって引っ張ると指が曲がる。で、伸びるとの指が伸びてくる。もう一回言います。腱を引っ張ると指が曲がっていく状態。ね。引っ張ると曲がる。伸びる。これを繰り返してます。で、これを鞘、いわゆる腱鞘で収めてますと。ただこの手を使いすぎるようなことがある。例えばね、手を使うような仕事、内職をやってたりとか、手を使うようなピアノやってたりとかね、いろんなこと手作業を使う作業多いじゃないですか。これをずっとやってると、いわゆるずっとこの中をこうやって動かしてるわけよ。で、私たちもそうですけど、やってみてください。これね、もうずっとやってたらもう熱くなってきません？ここがね、熱みたいな。
で、行ったみたいな、なってきますよね。これ何かって言ったら、いわゆるこう、使いすぎることによって、ここで摩擦が起きるんですよ。で、これは、人間の体全部が、やっぱり筋肉と筋肉とか、腱鞘だったりとか、腱と腱だったりとかでも、摩擦が起きるんですよ。で、摩擦が起きて熱が起きると、ここに傷ができたりとかします。傷ができると出血が起きます。出血が起きると、ここが腫れ上がります。ここ何回も何回もこう、使ってると、ここが腫れてきて、例えばこっちもそうですね。例えばこうやってまっすぐ動くところが、ここがぐーっと使いすぎて、炎症が起きた。炎症が起きると、かさぶたが起きますね。かさぶたが起きると、こうやって腫れてきます。腫れると、あれ動かない。動かない。パンパンパン、いわゆる腱鞘、この出っ張りが、こう、ポンと動いた時に曲がったり、伸びたりします。この動く時にパーンと音がする。これが断髪音って言って、そしてこれがバネ指なんですよ。いわゆる、この腱の部分が腫れてしまう。もしくは、この腱鞘がブクッと膨れ上がってしまうことによって、動きにくい状態が起きてくる。ね。で、これがね、特に朝方とかに起きるんですよね。朝方動かしてない時に、この動きにくい状態で固まってるので、朝動かない。で、何回か動いてると、動いてきたっていう形で昼間ぐらいになると動きやすくなってくるっていうのがあります。ですか？だから朝方動きにくかったりする。だからバーンと音が鳴ったりする。動かしにくい。そういうのはもうほとんどこのバネ指、いわゆるこの腱鞘炎の延長線にあるこのバネ指から起きてると思ってください。じゃあ、バネ指になったらどうするかっていうと、一般的には病院に行ったりとかすると、この腱の部分、ここ通らないねって言ったらここを切りましょうっていうのが、この腱鞘を切って動きやすい状態作りましょうっていうんですけど、切るのは簡単なんですよ。ここピッて切って中切ってあげれば、動きやすくなりましたなんですけど、これってでも結局ですよ、切ったところで何回もまた使ってたらどこかで、ね、いわゆる摩擦が起きてまた腫れてくるわけですよ。でまたバネ指になりやすくなったとか、あとはこう緩くなることによって腱がこう動きやすくなって負担がかかってきてしまって痛みが起きるとか、手術することによって手が使いにくくなったとか、やっぱいろんな障害があっちゃうから、やっぱ基本的には手術したがらないんですよね。じゃあでもバネ指で困ってるしってことなんですけど、じゃあ根本解決考えてください。なんでそもそもこれ起きたんですか。これはいわゆる使いすぎだよね。使いすぎてるから摩擦が起きてるんですよ。で、さっきのところに戻ってほしいんですけど、何をするべきかって言ったら、これはこの3つの関節あるわけじゃないですか。指を曲げるでも3つあるわけよ、曲げ方が。これの1箇所だけ使いすぎてたら、そりゃこの摩擦起きるよねって話。それ以外の筋肉もちゃんと使ってあげれば、大体改善します、これね。ほぼほぼ改善してきます。で、何かって言ったら、大体ですよ、みんなが使いすぎちゃうのが、この一番先っぽにある伸縮筋ですね。だったりとか、伸縮筋っていう筋肉を、ここ先っぽだけ使っちゃうんですけど、指曲げるときって、先っぽよりも根元、いわゆる、ここ曲げた方がいいですよね。これ MP 関節って言うんですけど、中手骨ってやつと、起節骨ってやつでできる、この腕の根っこ。ここの部分が一番パワーが強いわけよ。この動き。この動きです。で、この筋肉は手の中に、いわゆる手内在筋と言いまして、手の中にある、在来の筋肉ですね。これが、いわゆるこの手の中にある中央筋と言います。で、中央筋がしっかり働くことで、指が曲げやすくなる。で、指がしっかり曲がることで、この指の先っぽの負担を減らしてくれる。だけど、これ先っぽが曲がると、同じようにね、先っぽを曲げていくと、同じようにここの根っこも曲がっちゃうんですよ。だから、先っぽが強くって、根っこが曲がってるのか、根っこだけ曲げようと思ったらできるのかって言ったら全然違くて、例えばね、この中央筋を鍛えたら改善するバネ指かっていうのを検査する方法がありますので、一緒にやってくださいね。どうするかって言ったら、この指を伸ばしたまま根っこからこんな風に曲げてみてください。こういう感じね。やめておきましょうですか。この状態からこう曲げてきます。ですか。指を伸ばしたまま曲げていく。こうした時に手の中がギューッとなって、あ、痛い痛い痛いとかつりそうになるんであれば弱いです。この状態にした時になんかつりそうな感じがあれば弱くなってます。ですか。普通これ曲げれるんですよ。でもこれがね、曲げれない、もしくは曲げようとしたら指が曲がっちゃう、もしくは曲げようとしたらつってしまうんであれば弱い、もしくはできてない状況、イコールここが曲げれないから先っぽで曲げようとするっていうことで、さっき言ったみたいに腱鞘に負担が来やすい状態です。だからこれをやった時にここの辺がつりそう、もしくはできない、指が勝手に曲がっちゃう、こんな風な症状があるあなたであれば、しっかりこの中央筋の運動療法やってあげることによって、このバネ指改善する可能性高いです。もちろん腱鞘の部分に対してアプローチをしないといけない時もありますですけど、それ以外にもこの指の根っこを曲げるっていう運動療法をやっていくことによって、このいわゆる負担を減らしていってあげて、全部の指が
しっかり使えることで、この負担が減ってきてバネ指が改善されやすくなってくるっていうメカニズムですね。なんで、まとめていくと、結構このね、中腰筋が使えてない、いわゆる指の筋肉って曲げるっていうのは3つの筋肉、伸縮筋、伸縮筋、そして中腰筋でできてますから、この中腰筋ってところが使えてなくって、伸縮筋、伸縮筋使えば使いすぎて炎症が起きて、これバネ指になりやすい、腱鞘炎になりやすい状態起きます。じゃあどうすればいいかって、この中腰筋に対して運動療法して3つの筋肉がしっかり使えれば負担減ってきてバネ指が改善されやすい状態になりますから、しっかりねこの中腰筋を鍛えていく、このしっかりこの検査やってみて、楽に動かせない、痛みがある、指が勝手に曲がっちゃう、こんな症状であれば、この中腰筋を鍛えていくことによってバネ指改善する可能性高いので、ぜひねアプローチやってみてください。はい。でこのね、あのやり方だったりとか、あとはこうちょっとしたバネ指でもね、やっぱ気になることはたくさんいらっしゃいますから、もしね、あの痛みしっかり改善したい、根本的に解決していきたいというふうに感じるのであれば、あの概要欄の方にね、整体院フッカ、私がやってる整体院フッカをですね紹介させていただきたいと思ってますので、上は北海道から下は福岡までね全部ありますので、ぜひね気になる方はしっかり概要欄の方チェックしてみてください。あとね、今日の話よかったらぜひねチャンネル登録お、ね、あのお願いできるとすごく励みになるので、よろしくお願いします。コメント高評価いただけるとすごく励みになりますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。はい、ということで今日はねこれで終わりにしたいと思います。バネ指ってねバカにせずに、ぜひねしっかり改善できるようにね、原因を見つけて治療できるようにやってみてください。では今日はこれで終わりましょう。今日も動画の時どうもありがとうございました。また見てください。